はいどうも、ちょうど救急車の音が入り始めましたが、今回紹介するのは、青島の身体戦記シリーズの、ホッケウルフ TA152H0 でいいのかな0でいいのかなっていうあれですけど、紹介させてもらいます。これもちょっとまあ注文いただいたやつなんですけど、前にね、青島の、飛行機、今、身体戦記シリーズっていう、まあ、72分の1のシリーズと、エース列伝だったかなと、っていうふうに、一応青島、一応って言い方もあれですけど、青島も72分の1の、飛行機のプラモデルっていうのは製造してます。昔はなんか他のスケールのやつもあったと思うんですけどね。で、今は、青島のその身体戦記シリーズにしろ、エース列伝にしろ、まぁ、ちょっと自衛隊関連のやつで、まぁ、何種類か出てるっていう風のがあるんですけど、こういう72分の1の対戦機、まぁ、第二次世界大戦の時に使われてた、飛行機のキットっていうのは、もう国産っていうか、まぁ、日本軍の、キットばかりが今のところ生産されてます。で、このホッケウルフもそうなんですけど、昔は、その72分の1のシリーズでも、いろいろどうやら、いろいろってこともないのかな。確かドイツのやつは何機か出てたと思うんです。ちょっと、自分も曖昧なっていうか、そこまでしっかり知らないっていうのもあるんですけど。で、今回紹介するこのホッケウルフなんですけど、これも、昔は出てたっていうことは知ってたんですよね。で、青島の対戦機は、試練11型とか、試練会の、会1とか、まあ、何種類かと、あと何組んだかな。一番組んだの、青島の試練はね、旧金型、新金型も両方組みました。なんですけど、で、このドイツ機、まあ、このホッケウルフね、まあ、国産機以外のやつ、国産機以外のキットっていうのは全然出てなかったので、で、まあ、今回ちょっと、ご注文いただいてっていうこともありましたし、まあ、一応こちらも許可をいただきました。で、いただきましたし、実はその、青島の、まあ、以前、飛行機のプラモデルも置いといた方がいいかなと思って置いてた時に、調べた時に、これ出てたってことは知ったんですけど、ちょっともうその時にはもう製造中止されてる状態だったので、ちょっと取り寄せできない状態だったんですよね。で、まぁ、今回、久々に再生産されるっていう風になりまして、あ、それなら注文をってことで、いただきまして、注文、して取り寄せましたので、紹介させてもらいたいかなと思います。なので、このキット自体に関しては組んだことはないです。よいしょ。こういう感じなんですが、今回のこの、ホッケウルフ、これに関してはですね、スーパーディティールっていう風になってます。何がスーパーディティールかっていうと、エッチングパーツが入ってます。あとね、このね、風防、キャノピー。ごめんなさい、この間ね、コメントの方でキャノピーって呼んだ方がいいですよ、みたいな感じで教えていただいたんですけど、このキャノピーの、マスキングシールがこの中に入っているような感じになってます。で、この、そういうこともあって、で、前はこのエッチングパーツが入っていない状態のキットもあったそうです。ただちょっとその辺に関してはね、今全然作られてないので、で、こちらのね、エッチングパーツも、前のね、紹介させてもらった、スピットファイアの、エデュアルドのスピットファイアのプロフィパックと、みたいな感じでですね、この、多分操作盤なのかなとか、あとはメーターパネルの周りとか、この辺はですね、カラーエッチングになってます。エデュアルドのやつに比べたらまだか、ちょっと、大きめのパーツなんですけど、まあ、多分、作られる方はね、これじゃちょっと物足りないって言って、もっとさらに、いろんなメーカーからね、これをさらにディティールアップするパーツとかも出てたりとかするので、そういうのを集めて作られる方もいらっしゃるかなと思います。それでですね、まあ、その、試練に関しては組んだことありますよって話をしてたときに、まあ、青島の飛行機のキットってどうなのっていう風に聞かれたんですよね。で、まあ自分もね、そんなに飛行機、まあもちろん詳しいわけではないですし、あと、まあ
いくつもいくつも数を組んでるわけでもないですし、ディティールアップをして組んでるってわけでもないので、まあ、そんな人間の意見だと思って聞いてもらいたいんですけど、その試練と、あと、五色戦を組んだわ。エースレッズの方が確か五色戦か。ごめんなさい、記憶が曖昧です。で、に関しても、結構ね、この胴体、まあ、対戦機だと、ほら、前のね、飛行機プラモ組んでみようの中でも話してましたけど、見ていただいたと思うんですけど、胴体を左右でこう、まあ、コックピットの アッセンブリーを挟み込む、まあ、モナカみたいな感じですね。っていう感じなんですけど、合わせた時の合わせ目っていうのはすごくぴったり、すごくぴったりとまでは言わないですけど、かなり合わせはいいです。こう、パッと合わせた時に。で、試練の場合だと、下の方から、こう、左右をね、合わせた後に、下からこう、コックピットの部品を入れるっていう方式だったんじゃないかなと思うんですけど、ひょっとしたら、どっちかに接着して だったかもしれないですけど、それにしても、合わせは良かったと思います。ただ、このホッケウルフはどうなのかな？これはそれほどでもないかな。あ、でも深いかもしれない。長谷川のキットと比べて、それぞれのモールドが、若干だと思うんですけど、ちょっと深くて、ちょっと幅が広いかなっていうふうに思います。飛行機の方とかだとね、この72分の1とかになると、教えてもらった話だと 0.0 何ミリとかっていう、BMC 板がね、とかでこう、筋彫りをこう、彫り直したりされるそうです。もう、0.0 何ミリ見えるのって話なんですけど。で、本当にこう、まあ、それはね、人それぞれだと思うんですけど、モールドが深い場合とかっていうのは、一回モールドを、こう、埋めちゃったりとかして、彫り直す。埋めて掘り直すだとか、あとは、この、ペーパーをかけるために、掘ってからペーパーかけて、深さを調整するとか、なんかそういうことまでされる方が、はいらっしゃるそうです。でね、最近ね、思うんですけど、ほんと飛行機のプラモ作られる方はね、いい意味でね、頭がっていう言い方はあれですけど、ちょっと、真似できないなというか、信じられないなというか、なんでそこまでできるのっていうことをね、よく思います。で、これに関してなんですけど、エッチングパーツを使用する場合は、別紙エッチングパーツを取り扱い説明書をご参照くださいっていうふうで。まあ、ここに関しては、まあ、組み立てに関しては、コックピットがね、結構、まあ、72分の1のね、エディアルドのやつなんかだとすごく細かくて、で、タミヤのやつも結構細かいんですけど、このフォッケウルフに関しては、多分これも元はかなりというかそこそこ古いキットだとは思うんですけど、結構簡素ですね。ここの、シートつけて、周りのバスタブみたいなのつけて、メーターパネルつけて、という感じの構成になってます。こんな感じですね。もうここで終わりです。で、あとはエッチングパートの説明書見てねっていうような感じになってます。なので、これ、限定再生産ってことで、まぁ、ちょっと、うちでは追加で取れるかどうかはわからないんですけども、こういう形でね、青島も飛行機作ってますよ。自分ね、よく青島のカーモデルいっぱい紹介させてもらってます。もう、もともと青島信者みたいなところはあるので、ただ飛行機に関しては、そのモールドの深さが気になるという方だったら、やっぱり国内のメーカーで行くとですよ。長谷川かな。で、でもな、他のところ、まあ、ちょっとやっぱり車と違ってね、どうしても知識がないので、どれぐらいのモードができるかっていうのはちょっと何とも言えないんですけど、これですね、この、エッチングパーツを使用して、ザキットを塗装したものですというふうに書いてありますけど、まあ多分これだけでも多分ここぐらいのものはできるように、形にはなってるかとは思いますけども、こういう感じになってもスーパーディティールですね。なので、ね、一応話はさせてもらってはいるんですけど、飛行機の72分の1のキットで、対戦機で
どれぐらい、どういうのが欲しい、ちょっと始めてみたいよっていう方はですね、まあ、自分が組んだことがある中では、パーツ点数とバランスっていうか、パーツ点数とディティールのバランスっていう意味ですよ。その飛行機全体を見て、フォルム的にここはこうだ、ああだってことはちょっと言えないのであれなんですけど、あくまで組み立てるだけであれば、青島の飛行機、72分の1の飛行機を個人的には結構ありかなと思います。タミヤのやつはもちろんタミヤらしい、ね、しっかりしたっていうか、いろんなところはあるんですけど、タミヤの72分の1の対戦機って、まあ、ものによるんですけど、このコックピットの中とかもすごい細かい部品とかがあったりとかするんですよね。で、まあ、ちょっとこれの話ではない、これはもうほとんどさっき見ていただいた通り、部品点数もほとんど少ない。で、試電に関しては、をシートがつくところがある、コックピットのシートとかがつくところがある、操縦桿握るところがある。で、ここにね、多分中の骨組みのことなんじゃ、のことを再現してるんじゃないかなと思うんですけど、網目というか、こう、格子状になってる、そういうパーツをくっつけてっていう風になってるんですよね。で、タミヤのやつほど、タミヤの試練もなかなかいいかなと自分は思うんですけど、まあ、あくまで試練の、これの話をしろよって話かもしれないですけど、試練に関しては、青島のキット結構いいと思います。まあ、タミヤのキットももちろんいいとは思うんですけど、ただね、そのディティールがどうのっていう話はちょっとごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと、自分にはわからないので、ということではあるんですけどね。まあそういう感じで、何を話してんだお前って話かもしれないんですけども、今回紹介させていただいたのは、この青島の新対戦機シリーズ、ナンバー SP 扱いになってます。まあ、最近のね、カーモデルの方の SP を見ると、SP って言って出してまた作るんじゃないのとか思っちゃったりもするんですけど、SP っていう名前で作り続けるんじゃないのとか思っちゃったりするところはあるんですけども、まあ、飛行機の方はどうなのかな。まあ、もしね、これも久しぶりの再生産だと思いますので、もし気になっていた方は、お早めに入手されてからいかがかなと思います。こちらのキットなんですけど、定価が2500円、税抜きで2500円っていう風になっています。ご視聴いただきありがとうございました。